僕は今大阪難波駅に来ています。今回は当駅から名古屋駅までを結ぶ近鉄特急の火の鳥をご紹介していきたいと思います。火の鳥は大阪難波駅を基本的には毎時0分に出発しているんですが、夜は20分発の便があったり、奈良行きの運用もあります。駅西側より入線してきたこちらの車両が特急火の鳥で使われている80000系です。デビューしたのは2020年で、翌年2021年にはブルーリボン賞を受賞しています。列車が疾走するスピード感が、鳥の飛び立つ姿を真紅の車体カラーが火を連想させることから火の鳥と命名されたそうです。座席種類はレギュラーシートとプレミアムシートの2種類があるんですけど、今回利用するのは後者のプレミアムシート。プレミアムシートは編成両端の2両でして、デッキから客室に入るにはこの階段を登っていきます。客室内には全面にレッドカーペットが敷かれておりまして、肝心の座席がこちら。座席配置は1+2で、マッサージチェアのような椅子が1両につき21個配置されています。これ一見するとグランクラスにしか見えませんよね。シートは本革製で、座席幅は 500mm。 グランクラスには及ばないものの、 N700 系のグリーン車よりは幅広です。背もたれ上部には大きな枕がついておりまして、もちろん上下に動かすことは可能。それに加え両端が折れるような構造になっていて、頭をしっかり固定させることができます。シートピッチは 1300mm で、これはグランクラスと同等です。思いっきり足を伸ばしても前の座席につくことはありません。火の鳥にはレギュラーシートも含め全座席にバックシェルというものがついていて、後ろの人に気を使うことなく思いっきり背もたれを倒すことができます。リクライニング角度は最大45度、こちらもグランクラスと同等です。足元にはレッグレストが装備されていて、リクライニングとレッグレストを最大まで使うとこんな感じ。リクライニングと連動して座席が沈み込んでいるので、実際に座ってみると見た目以上に倒れている感覚があります。座席の操作はすべてこのパネルで行うんですけど、座面にはシートヒーター機能と背もたれには読書灯がついています。これは残念ながら角度調整はできないみたいですね。シートピッチが広すぎるため、テーブルは肘掛けに収納されています。こちらのテーブルは折りたたみ式になっていて、開かなければカクテルテーブルのように使え、開くと大きなテーブルになり、パソコン作業なども楽々できるようになります。もう片方の肘掛けにはちょっとした小物置きがあるんですけど、これ実はパカッと開くようになっていて、スライドさせるとドリンクホルダーが出てきます。コンセントは言うまでもなく各座席に一口ずつ装備。これが個人的にかなり驚いたポイントなんですが、ブラインドは手元のボタンを押すことで全自動で上げ下げすることができます。この点に関しては完全にグランクラスを超えていますね。気になる料金ですが、これだけたくさんの豪華な設備がついているので、さぞかし高いのかと思いきや、レギュラーシートの料金プラス700円で利用できちゃうんです。ということで列車は大阪難波駅を出発。両端号車はハイデッカー構造になっているため、1階建てなんですけど目線が高くなり、非常に優越感を感じられます。火の鳥は大阪線と名古屋線を直通して運転されているんですけれども、大阪難波大阪上本町間は難波線という別路線で、大阪上本町駅から大阪線の区間になるんですが、難波線はこの先不正駅で分岐する奈良線とダイヤが一体になっていて、実質奈良線の延伸区間といっても過言ではありません。今進行方向右側から合流してきたのは、大阪上本町駅の地上ホームからやってきた大阪線の線路で、不正駅までは奈良線の伏線と大阪線の伏線が並ぶ複伏線区間になっています。ただいま到着した駅は鶴橋駅。当駅が大阪府内最後の停車駅で、次の停車駅は三重県の津駅。距離にして120キロをノンストップで駆け抜けます。プレミアムシートは編成両端に連結されている上、運転室と客室の仕切りはガラス張りになっているので、全面展望を楽しむことが可能です。そんなこともあって最前列は非常に人気で、今回は惜しくも2列目になってしまったんですけど、2列目でもご覧のように十分全面展望を楽しむことができます。大阪線と奈良線の分岐駅である布施駅は2層式構造になっておりまして、布施駅の手前で大阪線の線路と奈良線の線路が上下に分かれます。当駅はそれぞれの路線が1面2線の島式ホームを持ち、ホームの両側に通過線が設けられている関係上、大阪線ホームが2、3番線、奈良線ホームが6、7番線というように、通過線も含めて番線番号が振り分けられています。
火の鳥に限らず多くの特急列車は客室がメインで、デッキはそんなに注目されませんが、火の鳥はデッキも見どころ満載で、客室を出てまず最初に現れるのはロッカーです。このロッカーは鍵がかけられるんですけど、すごいところは交通系 IC カードが鍵代わりになることです。しかも費用は発生しません。大理石のような柄の壁の向こう側には水回りがあります。こちらが洗面台です。蛇口は石鹸、水、ジェットタオルがセットになった形で、左側には近鉄特急ならではのおしぼりがあります。袋には近鉄の特急車両が描かれているんですけど、近鉄特急の方じゃ島風を押しのけて火の鳥が中央に君臨しており、今近鉄が一番押したい特急というのが伝わってきますね。洗面台の向かい側にあるのが男性用トイレです。このトイレは鍵をかけることができないんですが、外に赤いランプがついていて使用中かどうかを教えてくれます。さらに奥に進んでいくと、左側に女性用トイレ、右側に男女共用トイレがあります。ウォッシュレットなどもついていて、かなり豪華なトイレですね。お隣2号車にはベンチスペースというのが設けられており、気分転換や通話をするときに役立ちそうです。そして火の鳥のデッキの一番の見どころがこちらです。そう、なんと車内にコーヒーメーカーがついているんです。しかも引き立てコーヒーと書いてあるように、豆の状態からコーヒーを抽出してくれます。紙コップには火の鳥のロゴが描かれており、これもなかなかかっこいいですよね。コーヒーメーカーの横には自販機があり、ちょっとしたお茶菓子や火の鳥グッズを買うことができます。正直引き立てのコーヒーかどうかを見分ける舌は持っていませんが、流れゆく車窓とこの豪華な椅子が相まって、いつも飲むコーヒーより美味しく感じます。列車は奈良県に入りまして、ただいま通過している駅は桜井駅です。先ほど眼下に見えた線路が JR 桜井線ですね。当駅が奈良盆地の最東端付近でして、次の大和朝倉駅を通過すると、今までの市街地的な景色から一変して、緑が広がる山あいを走るようになります。三重県に入ると、車窓には再び市街地の景色が広がってきます。ただいま通過した車両基地を備えているこの駅は名張駅。大阪上本町、伊勢中川方面ともに名張行きの列車が設定されておりまして、だいたいここら辺が大阪線の中間地点、また関西と中部の境界になっているような駅でもあります。ただいま通過している駅が伊賀神戸駅と呼んでしまいそうになりますが、正しくは伊賀神戸駅。近鉄線ホームの北側にあるのが当駅に乗り入れているもう一つの鉄道路線である伊賀鉄道線のホームです。ここら辺から列車はこの先にある青山峠へ向けて標高を上げていくんですが、大阪線は開業当初名張駅から青山峠を越えて伊勢中川駅までが単線だったそうで、1959年から徐々に複線化が進められていったんですけど、映像左側、不自然な空き地があることにお気づきでしょうか。まさにこれらがかつて大阪線が単線だった時の名残です。西青山駅を通過すると、ついに列車は青山峠を突っ切る新青山トンネルに入ります。このトンネルは全長5652メートルで、日本の大手私鉄最長の山岳トンネルです。地図を見ていただけるとわかるように、カーブが一切ないため、伊勢中川方面から大阪上本町方面へ向かう上り線は、最高速度が時速130キロになっています。逆の伊勢中川方面へ向かう下り線は、下り勾配になっており、制動距離が長くなってしまうことから、時速130キロでの運転は行われないみたいです。伏線化工事を行う際に、この青山峠越え区間が一番のネックとされていて、長らくの間青山トンネルという単線のトンネルが使われていたんですけど、1971年にトンネル内で列車が正面衝突し、300人以上の負傷者を出すという大事故が起きて、これをきっかけに輸送力の増強と所要時間の短縮、安全確保を目的に伏線化計画を前倒しして工事が進められ、1975年に新青山トンネルが完成。これをもって大阪線は全線伏線化された、そんな歴史があります。列車は河合高岡駅を通過すると一気に速度を落とします。これはこの先にあるとある特殊な配線が関係しておりまして、次の伊勢中川駅というのが大阪線の終点、名古屋線の起点になっているんですけど、火の鳥をはじめ名阪特急はここで大阪線と分岐し、伊勢中川駅を経由することなく名古屋線に直通します。近鉄は総路線距離が500キロを超えており、私鉄最長の路線も
思っているんですけれども、それらの路線は全て自らの手で作ったのかと言われるとそういうわけではなくて、様々な私鉄を合併して壮大な路線網を形成しました。名古屋線に関しては、名古屋桑名間が関西急行電鉄、桑名江戸橋間が伊勢鉄道、江戸橋伊勢中川間が三宮急行電鉄という3社の手によって開業したんですけど、名古屋江戸橋間は国鉄の関西本線と紀勢本線を短絡する目的で敷設されたため、1067ミリの狭軌で建設されました。江戸橋伊勢中川間は当初標準軌で建設されたものの、名古屋線との直通を考慮して1938年に狭軌に回帰され、大阪線と名古屋線は物理的に直通することができず、伊勢中川駅での乗り換えが余儀なくされたんですけど、1959年の11月から名古屋駅から伊勢中川駅までの全線を標準軌に回帰する工事が始まりました。驚くことに1ヶ月弱で工事が完了したそうで、翌月12月からは伊勢中川駅でスイッチバックをする形で大阪名古屋間の直通運転が始まり、当時は東海道新幹線が開業していなく、所要時間という面で国鉄としのぎを削っていましたから、スイッチバックを行う際に発生するタイムロスをなくすために、さっき通った大阪線と名古屋線を直接行き来できる短絡線ができたというわけです。あのような配線は上空から見ると三角形に見えることからデルタ線と呼ばれています。通信町駅の手前で近鉄名古屋線は JR の紀勢本線と合流し、津駅まで両路線はぴったり並走するんですけど、近鉄の線路は複線で電化されているのに対し、 JR の線路は単線で非電化です。このことからやはり三重県では JR より私鉄近鉄の方が力が強いことがわかりますね。ということで鶴橋駅を出発して1時間16分列車は間もなく津駅に到着します。今右側のモニターにハングル文字で津と表示されているんですけど、なんだか笑っている絵文字にしか見えませんね。当駅は JR 紀勢本線と津河原田間を亀山駅を経由せずに結ぶ伊勢鉄道線の乗り換え駅になっており、後者の路線には名古屋駅まで直通する快速三重号、そして特急南紀号が走っているほか、快速三重特ダネ4回数券というものが発売されており、運賃面で JR 伊勢鉄道は近鉄に競合を図っており、所要時間面でも快速三重と近鉄の急行を比べると前者の方が少しだけ短いですが、圧倒的な本数の多さと特急の所要時間の短さから津名古屋間の移動は多くの方が近鉄を使うみたいです。 JR の駅名表は大きくひらがなで津と書いてあって、その下に漢字が書かれており、遠くからだとクエスチョンマークが書かれているように見えます。当駅はひらがなと漢字だと一文字で表記されるため、日本一短い駅名なんですが、さらにその上の世界一短い駅名を目指そうということで、ドイツ語などでは Z を Z と発音することから、ローマ字表記を Z の一文字にし、津駅を世界一短い駅名としてギネス世界記録に登録しようという Z 市宣言というものがあったらしいんですけど、一文字で Z と発音しないという指摘を受けたそうで、結局ギネス記録の申請には至らなかったみたいです。火の鳥は津駅を出発すると、次の停車駅は終点の名古屋駅、三重県で最も人口が多い四日市市の中心駅、近鉄四日市駅は通過してしまいます。ただいま進行方向左側から合流してきたのは、まもなく通過する伊勢若松駅から平田町駅までの 8.2km を結ぶ近鉄鈴鹿線の線路です。基本的に鈴鹿線と名古屋線は運行形態が完全に分離されているんですけど、平日朝に1本だけ近鉄四日市始発の直通列車が運転されています。四日市市に入りまして鈴鹿川を渡ると、進行方向右側に四日市市の名物であるコンビナート群が見えてきます。まもなく通過する駅は塩浜駅。塩浜駅には近鉄線の他に JR 関西本線の貨物支線も乗り入れており、貨物支線の駅からは隣接している製油所へ続く専用線が伸びています。次の宮窓駅を通過するタイミングで進行方向右側へ一本の線路が分岐していきます。あれが関西本線の貨物支線で、 JR の四日市駅の方へ続いています。
まもなく通過する近鉄富田駅は三岐鉄道三岐線との乗り換え駅になっており、ホームは両者が共用する形をとっています。三岐線の車両はすべて西武鉄道からの譲渡車で統一されており、そのうちの2編成は西武時代の復刻塗装になっているので、特にさっき止まっていた黄色い車両を見るとまるで東京にいるんじゃないか、そんな錯覚に陥ります。列車は関西本線と合流しまして、まもなく桑名駅を通過するんですけど、桑名駅の手前で三岐鉄道の北西線という路線が合流します。北西線は全国的に見ても珍しい762ミリのナローゲージというものを採用していて、桑名駅の南側にはナローゲージ、狭軌、標準軌の3つの線路幅が並ぶ日本で唯一の踏切があります。桑名駅を通過すると大きく右にカーブをし、揖斐川、長良川、木曽川の通称木曽三線を渡ります。遠くに見えるあの遊園地のようなものは長島スパーランドですね。今渡っている愛知県と三重県の県境に架かる木曽川橋梁は実は2代目で、かつては後の JR 関西本線になる関西鉄道が新しい橋を作った際にいらなくなった旧橋を転用したものが使われていたそうです。八田駅付近でおそらく先ほどご紹介した塩浜駅からやってきたであろうタンク車を連ねた貨物列車を追い抜きました。この区間の関西本線は電化されていますが、塩浜駅周辺は非電化のため、貨車の牽引には北海道でよく見かける DF200 型ディーゼル機関車が使われています。都市部では珍しい現役の転車台がある JR 東海名古屋車両区を右手に見ながら、列車は地下に潜っていきます。終着駅に到着する前には車内の照明が青く光るというのも火の鳥の大きな特徴です。ということで大阪難波駅を出発すること2時間8分終点の名古屋駅に到着しました。所要時間は新幹線の2倍ですが、新幹線では絶対に見ることのできない車窓、そして体験ができるので、皆さんもぜひ近鉄特急の火の鳥で大阪名古屋間を移動してみてはいかがでしょうか。最後に余談なんですが、名古屋駅のホームには赤い車体カラーを強調するために火の鳥が入線した時にのみ点灯する暖色系の照明があります。もしこの動画が少しでも面白い参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。